早速やっていただきましょう。それでは皆さんご一緒にスクールズアウト。ということでエクスクラメーションパートナーの皆さんです、よろしくお願いします。Thank you.
ットサンドと読みます、私たちは今日が初めてのステージでとても緊張しているんですが、一生懸命頑張りたいと思いますので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。それではここでメンバー紹介をさせていただきたいと思います。はじめに、アンパサンドのマスコットキャラ、うっかりまったりどてんでん、ギターのあゆみ。そしてアンパサンドのリーダー、自称クールビューティー、高2だけど12秒、ベースのナーボー。ガラスのハートの食いしん坊、前髪切りすぎ注意、ドラムのレンレン。そして最後に、見た目は優等生、中身はニート予備軍、やればできる子代表、ボーカルナッチ。こんな感じでガールズバンド4人組なんですけど、今、4人とも高校2年生の17歳、16歳っていう感じで、若干1名16歳が混じってるんですけど、この今の17歳っていう年にぴったりな1曲を次にやりたいと思います。見てください、子供じゃないもん、セブンティーン。Da da 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 da
ューニングをしている間にこのバンドの関係性というか最初の紹介でもあったんですけど4人とも高校が違くてボーカルと、ドラムの2人が小学校と中学校が一緒 でこの2人が小学校が一緒 でここが出会ってみんなで集まったんですけど、まあ、みんなが学校違うのであまり練習集まるのが週に1回で、みんなで集まってそこでしかみんなで会うことができないんですけど練習でしかでもみんなで仲良く頑張って待ってまーす。エクスクラメーションアンパサンドっていうバンド名なんですけどちょっと難しい感じだけど特に意味はないです。ない字面が可愛いからびっくりアンドです。じゃあアンパサンドの最後の曲歌いたいと思います。いつか君
とうございました。エクスプレッションアンバサンドにもう一度大きな拍手をお願いします。いやね、可愛らしい結成半年のね、今回初ライブということで、ライブの楽しさね、思いっきり楽しんでもらったかと思います。本当にありがとうございます。もうちょっとね、皆さん前の方前の方にね、詰めて楽しんでいっていただけたらと思います。さあ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 、なんとなんとなんと、早いもので今のエクスプロレーションアンパサンドでもう半分終わりました。スールズアウト、今回今ので4バンド目ですからね、もう半分終わっておりますのでね、折り返し地点、皆さん疲れてないでしょうか、大丈夫ですかね、ちょっとね疲れちゃったなと思ったら一旦外に出てね、休憩するもあり、ちょっと飲み物飲むもありね、どん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 ね、体調管理よろしくお願いします。さあ、それとですね、今回のスクールズアウトですけれどもね、いろんな企業さんからね、実はね、お手伝いをいただいております。まあ、目に見えるところで言うと、こちら、ここのドラム、ここにかっこいいカノープスって書いてありますけれども、カノープス超かっこいい、俺がカノープスって言ったらみんなにカノープスって言ってみようか、せーの、カノープス。ごめんね、今の俺が悪いよね。ということでですね、なんとなんとなんと、今回、東京というか、まあ、関東ですね、18会場144バンド出てまして、すべてのバンドのドラマをビデオカメラで撮っております。で、後ほどですね、こちらが特設のホームページに動画上がりまして、そこにね、あ、このドラマいいなっていうところでいいねっていうのを押していただきます。で、いいね数が一番多いドラマーにカロープスのドラムセットプレゼントしちゃいます。カロープスさん、太っ腹、はい、拍手。このね、カロープスのね、はいはいはい、ありました、カロープス刃2グルーブドラムキットというね、最新のね、キットをね、まあ、そこにもね、貼ってあるスティービーワンダーが叩いているポスターがありますけどね、みんなスティービーワンダー知ってる？知ってる？ちょっとスティービーワンダー知ってる人手を挙げて。あ、なるほどね、スティービーワンダー知らない人手を挙げて。あ、でも知ってる人結構多いのかな、スティービーワンダー。スティービーワンダーのあの有名な曲をちょっとみんなで歌ってみようと思うのでね、せーのでみんな適当に歌ってね、あの、あ、あの曲ねって思うの歌ってくれればいいから、今日みんなスティービーワンダーのあの曲、せーの、はい、はい、はい、ありがとうございます。今絶対やべえやついたね、今絶対やべえやついたけど、まあ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 ね、スティービーワンダーも叩いて、スティービーワンダーってね、キーボードを弾く人だけどね、実はドラムも叩くっていうね、すごいかっこいい、そのスティービーワンダーと同じキットがもらえる可能性がね、全員じゃないな、全バンドにね、あるというところでね、皆さん、カノープスさん、本当に太っ腹な企画ありがとうございますというところですね。さあ、皆さんもうちょっとね、前の方にね、詰めていただいて、楽しんでいただけたらと思います。さあ、それではですね、ちょっと早いですけれどもね、5番の目、ハイブリッドジャーカスバッカスのバンドサポーターの方、お願いします。はい、こんにちは。イエーイ、はい、自己紹介お願いします。もはや不要かもしれませんが、はい、スタジオベル立川店から来ましたトミーです、よろしくお願いします。皆さん楽しんでますか。イエーイ、いや、元気がいいですね。もう元気がいいです、もう本当にね、元気がいいのかバカなのかっていうところですけども。はい、今日はハイブリッドジャッカスバッカスの全力サポートしようと思いまして、yeah. ここにステージに立っております。イエイエイエイ、はい、番組長いんですけど、ハイブリッドジャッカスバッカスはあの昭和高校と多摩工業高校で成り立ってる、バンドでして、ね、はい、あの見て分かる通り、あのキャップをかぶっていたり、はいはい、みんな服装があの海外に影響されてる結構ストリート系なファッションで、結構ね、ポップパンクとか、ハードコアとか、そういうの、まあ、海外のバンドにすごいインスパイアされてるバンドなんですよ。なるほど。で、今回4日間の、まあ、バンドでは多分一番、海外に影響されてるバンドなのかなと。とにかく海外に影響されてると。そう、よくあのスケート持って、よく遊んでるんですよ。さっき後ろですげえスケート見ましたよ、スケボー。外で遊べる。そうなんですよ、いいですね。で、今日は J2 リメンバーというアメリカのバンドのコピーをやってもらいます。拍手、はい、拍手、イエーイ。
ジャンルで言うとどんな感じのバンドさんなんですか、まあ、結構あの重いです。多分今回の高校生のバンドの中で一番チューニングが重いんじゃないかなと。大福号思うんですよね。弦デロンデロンのやつ。はいはいはい。で楽しみですね。すごくあのシャウトの叫ぶパートがあるんですけど、まあすごいぶっとい音があるんですよ。彼がめちゃめちゃシャウトがぶっとってあのワイルドな。いやそれは楽しみですね。すごいびっくり、みんなびっくりするよ多分。めちゃめちゃうわーってうまいから。はい、だからそこすごい楽しみにしてほしいなと。ヘビーなバンドってことで、ね、はい思います。何か情報はで、あとはあのみんなメンバーどうやって結成したかっていうと、はいはいはい、みんなこういうジャンルをやりたくてライブハウスにあの遊びに行ってたら、まあ、服装とかで、あ俺こいつとバンドやれるかもしれないっていう、その何ですか、ライブハウスでみんなそれぞれ出会って、あもうまさにじゃあもう好みが合致したバンドなんですよ、ね、メンバーなんですよ。いやもうそれは最高っすね。そうなんですよ、こんなバンドやりたいなと思ってるやつが揃ったってわけなんですよね。すごいやっぱアクティブなだけあって、すごい集まり方がライブハウスでっていうのがまたかっこいいっすね。かっこよくないですか。いやいいっすね。そのそこのヘビーさもまた見せてほしいですね今日ライブでね。まあ、一応あのまだ1月に結成したばっかなんですけど、はいはいはい、毎月ライブをコンスタントで今10本くらいやってて、もうそんなやってるんですか。じゃあ結成してまだ日は浅いけどほぼベテラン的な。そうなんですよ。いやーそれもね、毎日あのペンタでもう遊んでて、はい、ペンタで遊んでるんですね。もう完全にあのライフワークがもう音楽になってて、あーでもその経験値を今日見せてやるっていうところですかね。いやほんと今日は見物だと思います。いやもうそれはすごい楽しみですね。で、今年の目標は今オリジナル作成中ということで、あのまた披露できたらななんて言ってました。いいですね、ぜひね、レコーディングなんかもしてもらって、そうですね、CD とかあったら聞きたいですね。あと今日、ハイブリッドザックスバックスを応援に来た人どのくらいいますか。いますね。結構いる、結構いる。今日はそんなハイブリッドザックスバックスの、好きな女性のタイプを聞いてきました。イエーイ今んとこね、今んとこ俺ですからね。はい、はい、では行きます。ボーカルのルイ君、はいはいはい、ルイ君の好きな女性のタイプ発表します。まずあの有名なあのオッケーっていうローラみたいなドエロい人が好きやそうです。俺結構エグいぞ夜は。俺結構夜エグいぞ。はい、見つけたらご連絡してください。よかった、LINE 交換しよう。はい、じゃあギターの、上手のギターペンペン、ペン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 の好きな女性のタイプ、女なら大抵誰でも OK だそうです。はい、全然性転換する、全然性転換するよ俺、はい、大丈夫だよ。はい、彼氏が欲しいとすぐ連絡してください。はい、じゃあギターの下で、青い好きな女性を発表します。黒髪、俺だね、ロングエア、あーギリ、そしてストレート、あ、おい、もう全然大丈夫、童顔、あ、もう終わった。D カップ以上、あーごめん、 A マイナスだ俺は。黒髪、ロング、ストレート、童顔、D カップ以上です。さあ探せ探せ、結構いるぞ、結構いるぞ。なんか反応してるよ。普通に、しれっとチューニングするんだよ。お前の話してたから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、後でね、声かけてあげてね。はい、ベース佐藤さん。イエーイ。はい、ベースは、男が好きだそうでーす。イエーイ。俺じゃん。よし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 、はい、どんな男のタイプが好きですか。細マッチョ、細マッチョだそうです。あーごめん、はい、ゴリだ俺は、ごめん。はい、次ドラム、ドラムソー、おモモコって誰だよ。モモコって、あ、モモコ、モモコ、モモコ、なるほどね。やばい、え、待って待って待って、
ドラムのソウ君の好きな女性のタイプはまずロングヘアで、あ、ロングヘアで黒髪でまっすぐな人って言ってたんですけど、桃子さんなるほどね、ちょっとそういうね、そういう高校生いらないからそういう高校生いらないから俺に紹介して誰か、はい、まあいろいろ条件みたいなもろもろありますけど、ギターのペンペンだけは誰でも当てはまりますので、そう、女ならってところなわけだから、はい、女なら誰でも OK なんで、よかったら連絡してあげてください。グイ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 行っちゃってください。じゃあサウンドチェック大丈夫なの、まあ、時間終わったら、ヘブリッドザッカスアホみたいに情報量が多い、まあ、割とそうですね今日は男子の方が多いんですかね、女子の方が多いんですかね、結構よく見ると女子結構な数いるんですよね。まだ時間あるんですかね、まだやっちゃいますか、時間ありますよ、いいっすよ、ちょっとなんかライブはここさ、バーベルってさめちゃめちゃキャパシティが広いじゃないか、だからちょっとなんか半分にさ分かれる、こっちで男子、こっち女子みたいな、それいいっすね、それやってみましょうよ、ちょっとやってみますか、じゃあ男子こっちに集まってみて、男子で女子こっちに集まってみて、よしよしよし、男子と女子は割合みたい、女子こっちね、ちょっと分かれてみようライブハウスさ、あ、バベルってこの立川バベルってのははいはい素材とかもですけど、ね、モノレールとかやるぐらい、やります、そうそう、ね、プラレールじゃないの、ミニ四駆ミニ四駆やるぐらい広いですからね、ここね、あ、でもこう見ると あ、女の子の方が多いのかな、あそこはちょっと本当に無視で、あそこはちょっと無視でいきましょうねあ、ちなみにこの中で、あのバンドやってる人ってのはどんぐらいいますか、すごいじゃあこの中で野球部って言いますか、嘘じゃない、嘘、お前ら、うるせえなぁ、この中で、お前早いな、ちょっとこの中で、アルゼンチン出身とかいう人いますか、あー、惜しい、じゃあ、ポケモン GO やってる人どう思いますか、そういうことだ、え、あ、ポケモン GO の青チームの人手挙げて、はい、赤、黄色です、惜しいです、黄色少ないなぁ、なるほどね、じゃあそろそろサウンドチェックの方入っていきますか、はい、サウンドチェックの行きますか、ごめんなさい、それじゃあですね、はい、ハイブリッドバージャッカスバッカスで、ちょっとサウンドチェックの方に入っていきたいと思います、少々お待ちください、少々お待ちください、準備できてかな、じゃあちょっと最後盛り上げて、そうですね、いつものやつやって、いや準備はいいかな。